内なる野獣を解き放て、ポータルナイツの最新 DLC ドルイド・ファーフォーク聖遺物の防衛の登場だ。変幻自在に姿を変える新たなクラスドルイドを紹介しよう。ドルイドは内に潜む野生の心を解き放ち、凶暴なクマ、砲弾を放つクモ、そして、大きなスライムに変身できる。獣の心を持つのはドルイドだけじゃない。新たな種族ファーフォークは獰猛な獣人だ。新たなマップでは聖遺物の防衛が発生する。ファーフォークと共に聖遺物スターストーンを守ろう。気をつけろ、この防衛戦では敵の接近は予想できない。さらに命知らずな奴だけが挑める高難度の防衛戦もある。トラップと魔法の砲撃を駆使して優位に立とう。勝利すればコインがもらえる。新しい武器や防具、伝説のマウントと交換しよう。他にも盛りだくさんのドルイド・ファーフォーク聖遺物の防衛は絶賛配信中。さらに無料のマウントアップデートで大騒ぎ。自分の動物小屋を建ててフレンドと競争しよう。無料のアップデートを今すぐダウンロード。